はい、3月17日、今日は水曜日、15時を回りました。今日は佐野のプレミアムアウトレット、こちらへ、来ました。ちょっと一回り目してみたいと思います。私もここは2度目なんですけど、2年ぐらい前にね来まして、2度目なんですけどもね、そんな感じで、今日も、一回りね、広いからどこから行ったらいいか分かんないんですけどね、とりあえず歩いてみたいと思います。結構水曜日、平日の水曜日でもね、駐車場はねいっぱいでした。駐車場が、立体駐車場とか野外の駐車場もねいっぱいでしたね。はい、そうなんで、一回りは映せないかと思うんですけどね、とりあえずね、何分かね、品もあるんかな、靴屋さんとか、横文字の店がね多いので、私には読めないね店が多いみたいですね。はい、これで、まあ屋根があればもっとお客さんもね見えるんじゃないかななんてね思ってますけども、女性の方がね、多いですね。はい、結構若い人がね、私みたいな人はねいないですね、今のところ。ちょっと、70代の人はねちょっと今のところ見かけませんですね。はい、そんな感じですけども、塩なんてね、何店もねありますね。はい、それで塩さんって何、やってんかな、時計とかそういうのがあるみたいですね。2個買って半額なんてね、28日までって書いてあるんですね。で、この向こうの建屋の方にねナイキのマークとありますけども、中へはちょっとね入れないと思うんですけどね。でもねすごいですね、この辺のが結構人手がねいっぱいですね。はい、それでちょっと階段を降りて、向こうは田んぼがいっぱい、風が今日はねちょっとあるんですけどね、ベンチに座ってる方とかね、はい、こんな感じで、どうも、やっぱり体験とこはですね、入り口にお客さんがねいっぱいいますね、いっぱいね。はい、そんな感じで、ずっとお店の方は長く、右のアシックスなんていうね、スポーツ用品のメーカーかなと思ってますけども、
ル以上まだねあるかなと思ったんで、もうここまで行って何が何ならさっぱりわかんないんでね、海外のお店もあるんかななんてね思ってますけども、そんな感じですね。もうこれだけ、まあ帰りにイオンかなんかね、佐野のイオンも寄っていこうと思うんですけども、まあ、レゴなんてもねありますね、遊べるスペースかなんかあるんかななんてね思っておりますけども、レゴランドかなんかなってるんかななんて、ね、と思ってからねちょっと撮りたいと思ってますけどね、レゴランドではないですね。当たりまで行って、すごいですね。西川さんってあの布団のメーカーですか、うん、ありますね。はい、スポーツ用品はスポーツ用品で、ね、固まってあるみたいですね。あれはブリヂストンとかね、ブリヂストンとかディファールなんて書いてありますね、はい、あそこで突き当たりで回れる、右に回れるのかななんてね思っておりますけども、右に回って、それで、あのぐるりね、一回り回れば、リバイスとか入ってますね、やっぱりね。横文字ばっかりですね。読めないですね。すみません、もう73の親でちょっと読めないですね。はい、こんな感じですけども、まあ平均年齢が30歳ぐらいですかね。30歳もいかないかな、20代後半ぐらいかななんてね思ってますけども、はい、雨の日はどうなんでしょうかね。ここね、まあ、今日はたまたま風はありますけどね、あの外気温は20度を示してましたからね、暖かい、風もね生暖かいっていう感じかね、はい、そんな感じですね。でこれを左じゃなくて右に行って、左の方もいっぱいあるのかな、あれですけども、右に行って、それで約10分ぐらいかかるから、今8分40秒ぐらいね撮ってますけども、オフなんてね、お店はバッグ屋さんかな、工事書いてありますね、はい、あの辺もなんか人手がね、田崎なんでしょうかね、田崎さんとかジェリー関係かななんてね言ってますね、はい、JUNN ジュンってもありますね、ジュン昔からあるジュンですね、10% オフなんでね、3点お買い上げで0チュンペ10% ですね、はい、それでまっすぐと左、なんか出口が分かんなくなっちゃいますけどね、広いんでどんどんなんかね、あの埼玉県の花園の方もね工事が始まりましてね、2、3年後にはねできるみたいですね、アウトレットね、はい、あちこちでね今できてますね、はい、そこ
左曲がればいいんかなって思ってますけどね。やっぱり、そんな感じですね。あ、これを左行けばいいんかな。もう少し左行けばちょっと車は立体コース、立体駐車場の方に、ね、置いたんですけども、そっちへね行こうかななんて思ってますけどね。それでちょうど一回りなんかな。あ、一回りはしてないんだな。一回りはまだまっすぐ向こうがあるんだけどね、その辺も左にもあって、はい、なんかキティのマークかなんかね、あそこにサンリオか、サンリオですね、サンリオかなんかね、ここにサンリオのお店もなんかねあるみたいですね。三流のお店の前でね、今日は終了になるかなと思いますけどね。こんな感じですね。いろんなのがあるけど、中はちょっとね、入れないかなと思いますけど、ね、はい。そんなわけでね、今日はこれで12分ぐらいですか。はい、ありがとうございます。これで終わりです。